こんばんは、稲川月です。今日は新加入選手の紹介をしたいと思います。今日は新加入選手の、自己紹介、ポジション、名前、背番号をお願いします。金沢、これカメラ見た方がいいですか。金沢星稜大学から、来ました、内田蓮平です、ポジションはディフェンダー、背番号29番です。よろしくお願いします。はい、自分の得意なプレー、そしてこんなところに注目してほしいというところを教えていただいていいですか。そうですね、ヘディングにはやっぱり自信持ってるので、ヘディングで守って、ヘディングで点取れるぞっていうところを見てほしいです。はい、目標ですね。今週のプロ、特別試合になって、試合に出るようになって、目標。そうですね。はい、本当自分の、できることに、ベストを尽くして1試合でも多く試合に出場して、カタール富山 J1 昇格に貢献することが今年の目標です。それが今年の目標ですが、将来の大きな目標というのを聞かせてもらっていいですか。そうですね、まずは本当まだプロになったわけではないので、本当、契約してまずは J リーガーになることが今の目標です。今からちょっとプライベートな話、サッカー以外の話になるんですけど、好きな食べ物、飲み物、聞かせてもらってそうですね、好きな食べ物はオムライスです。はい、飲み物はそうですね、牛乳好きですか。はい、いいですね。富山の印象、そうですね、町やこう、はい、そうですね、本当この練習場近くしかまだないで分からないんですけど、やっぱり、空気おいしいなって感じで、過ごしやすい街だなっていうのは感じます。まだ来てわずかっていうこともあるんですけど、仲のいい選手、はい、お願いします。そうですね、峰君だったり、志良君だったり、はい、あと村松君、はい、よしき、はい、旬なんかは仲良くしてもらってます。若手ってことですね。そうですね。趣味今はそうですね、線が細いんで、筋トレガンガンやってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ好きな女性の、はい、そうですね、明るくて、ベタつけ明るくて優しい子、はい、一緒にいて面白い子、本当大好きです。自分の常にここにある言葉、はい、本当言っていいですか。はい、前後最難っていう言葉なんですけど、はい、過去や未来を断ち切って、はい、今できること 100% でやるっていうのは常に思ってます。じゃ最後に一番この世で苦手、嫌い、何でもいいんで、ゴキブリ。ありがとうございます。そうですね、ファン、サポーターへのメッセージをお願いします。改めまして、金沢星稜大学から来ました内田蓮平です。特別指定選手としてカタール富山の、勝利に、貢献できるよう頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。